モーリシャス共和国のポートルイス港に寄港する世界最大のセメントタンカー、Endeavourセメントタンカー、またはセメント運搬船、セメント専用船はセメントをばら積みで運ぶために設計されたタンカーの一種である。主に日本国内ではセメント工場から各地のサービスステーションへの輸送に用いられている。これらの多くは瀬戸内海の造船所で建造され、一般的には石炭船などよりもかなり小型であり、ハンディサイズのものはセメントタンカーとしては超大型であると言える。他のタンカーと同様に動力にはディーゼルエンジンを用いるが、2010年に宇部興産系の海運会社であるヤマキ運輸と鉄道建設、運輸施設整備支援機構によりタンデムハイブリッド方式による共産丸が建造された。同船はスーパーエコシップの貨物船としては国内最大である。日本で最初のセメントタンカーは宇部セメント製造が三菱造船神戸造船所に建造させた清忠丸である。同船は1936年4月に就航した。その後は他のセメントメーカーも追随し、1960年時点の各社の保有隻数は、小野田セメントが12隻、宇部興産及び日本セメントが各3隻、三菱セメント及び徳山ソーダが各1隻の計20隻となっている。また、2008年時点における日本国内のセメントタンカー隻数は、134隻である。ありがとうございます。